平学ステント、クバルケン群島は、バルト海北部のボスニア湾沿岸にあるユネスコの世界遺産登録物件。スウェーデンの平学ステント、フィンランドのクバルケン群島からなる。これらの地域は、氷河の誘拐に伴って土地が隆起する現象が、地球上で最も顕著に現れている地域である、ことから、世界遺産に登録された。平学ステンは、 スウェーデンのベステルノールランド県に広がるボスニア湾沿岸部の海岸である。この一帯は氷期には巨大な氷床が形成されており、それが後退するに従って陸地にのしかかる重みが軽減されてきた。その反動で年間平均1センチメートル前後という顕著な土地の流気を引き起こしており、アイソスタシー研究の恒例として知られている。高い海岸を意味するその名の通り、 平和クステンは喫立した断崖とともに数多くの入り江、湖、島々などからなる非常に複雑な景観を形成しているのである。世界最大級のリバウンド現象が見られる平和クステンは2000年に単独で世界遺産に登録された。公式な登録名はハイコースとないしオートコートでどちらもスウェーデン語名と同じ高い海岸の意味である。日本では 英語名に従って、ハイコーストと表記されることがままある。同じボスニア湾にあるフィンランドの島々、クバルケン群島でも、同様の現象が観測されるため、平和ステンの単独登録当初から、クバルケン群島の拡大登録の必要性が示唆されており、2006年に拡大登録が実現した。登録拡大当初の英語での登録名は、クバーカンアーカペイリ語、 ハイコースと出会った。世界遺産登録名では、しばしば同じ物件の別名を併記する際に、スラッシュが用いられるが、この場合は別名ではなく、それぞれ独立した存在である。2008年に名称変更され、平和クステンの方が前に置かれることになった。ゾーン A はカーゼム市付近の、ゾーン B はコースナズ市の沖合に浮かぶ島々。詳しい区域は、 ユネスコ世界遺産センターの公式記録の24ページに掲載されている地図を参照のこと。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。